緑のニット可愛すぎ。確かに緑ってあんま着んひんから珍しいかもしれないっすね。チーヒーとゆうちゃんのカンブルライブ申し込みましたよ。ありがとうございます。今日もチーヒーちゃんと練習してきました。 N ダッシュ N ダッシュ。一つ劇場行ったんでガールズペディア買ったよって。あ、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、みんなが臨床お疲れ様って言ってありがとうございます。スーパーカップの紅茶クッキー美味しかった。え、マジで美味しい。あれもう永遠と食べれる。あれはほんまに美味しい。あれは期間限定じゃなくてずっと発売しててほしい。めっちゃ美味しい、最高。あれ作った人最高。チッヒーさんとの劇場申し込みましたってさ、嬉しい、ありがとう。楽しみ。1回目のルリちゃんとの冠ライブはちょっと客入れはできなかったんですけど、今回は久々の皆さんの目の前で踊れるのがすごく嬉しいけど、皆さんね声出せないからね、ちょっとそれがもどかしいですけども、ゆりちゃんの時もね皆さんの目の前で踊りたかったんですけどね。声出したいよな、そうなるよね。ゆうちゃん10周年のチケットホルダー注文したよ。え、嬉しい、マジでありがとうございます。27日にゆうちゃんとお話できるの楽しみ。いっぱい喋ろうね。こんばんは、はびっくりです。どういうこと？どういうこと？コールないのね、寂しいよね。わかる。お仕事で申し込めないのでアーカイブ自作 T シャツ着て応援した。お、自分で自作したの？どういうデザインにしましたか？あ、まあまあまあ。韓国の人がおる、これもしかして。何痩せよう、モテんのかな。あ、お話し会完売おめでとうございます。やって、あ、皆さんお話し会完売しました。イエーイ、ありがとうございます。本当に参加してくださる方もね、落選した方もねいらっしゃると思うんですけども、本当に皆さんのおかげで全日、もう目標としてた全日完売がね叶いました。ありがとうございます。本当にてか、また次のシングルが出るってなった時に部数がね増えてることを祈ってその24枚目シングルもし出るってなって握手会の部数も
何部になるかわからないんですけども、それもねまた全日完売目指してまたね行きたいなって思ってます。嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうございます。でも今回は結構難波鉄砲隊で結構ね協力してくださった方がね多分たくさんいらっしゃったし、ファンの皆様にすごいね頑張ってくださったから完売できたっていうのもあるんですけども、まあ、24枚目からね普通のそういう券投票券とかなくなると思うから、それもねなくなるとってなると、もっと一人でも多くの人が人に私とお話ししたいなって思ってもらえるようなねなってたら嬉しいなって思うよね。でも本当に最近初見さんの方が、初めましての方がすごい増えてすごい嬉しい。これでショールームとかね結構やってたりしてたから、それでそれのきっかけで増えたりとか、あと友達の関係で知ったよっていう人もいますね。あ、ゆうちゃんとのお話会が特典ですから、いいこと言う、いいこと言う。お話し会で初めましての方増えて嬉しいな、嬉しい。あ、ダンスで知りました、上手すぎ、やってうますぎ、上手すぎ、嬉しい。何のダンスで知ったんですか、最近ですか知ったの。私の友達ダンスやってて憧れって言ってくれて嬉しい、マジで。やっぱダンスきっかけも大事やなって思うよね。そう、最近ダンスなんか何やろ、ダンスの動画見てるとなんか私たちはさ今ガチガチのダンスできてへんからさ、そう思うとガチガチのダンスしたいなってめっちゃ思う。あ、ユーミンタイム、ユーミンタイム。ショールーム毎日やってた回があったんかね。確かにね。ガールズピディアに知りました、すごかった。嘘つけ。黒豚さんも絶対嘘。ガールズペディアって今のじゃなくて昔の、昔のほんま、なんなんやろ、ゆうちゃんのショールームの安定感、安定してる。そう、明日からのやつね参加します。ちょっとツイッターには言えなかったんですけども参加します。参加します。参加します。今日オーラすごかった。あ、なんか DM くださってましたね。コメントやったっけ？リプやったっけ？キノピーさんがね、今日ナンバで見かけたらしいです。私とチヒヒのこと。できるだけ応援する、ありがとうございます。ダンス部の中でもズバ抜けてダンスうまい、イエーイ。そう、でも今回ね参加、そう、これもその鉄砲隊が始まる前にそういう企画がありますとの言われて、そう参加したんですけども、でその後に鉄砲隊の話が来たからすっかりそのことを忘れてて、私たちは参加する、あ、忘れてたってなって、最近また最終立候補みたいな感じで
そう、前なんですよこれ本当は。でその間に鉄砲隊が入るなんて知らなかったから、そうで何日やったっけな、結構、まあ、昨日メンバー発表したじゃないですか。それまでにずっと悩んでいて、そう、それまでにずっと悩んでいて、そう、どうしようかなって、しかも発表する1時間前にマネージャーさんに立候補するのやめますっていう LINE を送ったんですけど、その後に劇場にいてたスタッフさんとお話しして、ね、まあさ、結構鉄砲隊の方でいろいろ頑張ってくださったりとか、私の中でも、まあ、結構その企画はね、その投票企画はめちゃめちゃ楽しかったんです、最終的に。あ、やれてよかったなって思ってて、なんやろな、なんかなんて言ったらいいんやろな、そう、どうしようかなって思って、この今回のイベントもその参加するか本当に最終もマジで迷ったんですけど、まあ NAB の番組をせっかくこうやってスタッフさんたちがこうやって裏でめちゃめちゃね作業をしてくれる中で、NAB の番組やのにそれを NAB の一人として盛り上げないのは違うんじゃないかなと思って、これもなんか、まあ、頑張りたいんですけども NAB の番組を盛り上げるために参加しようと思って最終的に参加するようになったんですけども、そうなんですよ、最近もまたねショールームもできてなかったから、そう、一石二鳥かなと思って参加しました。まあでもね、参加することには意味があるし、ちゃんと何やろ、無駄にはしたくないなって思った、この活動をしていて。参加せずに終わるんじゃなくて、参加して、まあ最終的にね皆さんと楽しんだらそれでいいかなと思ってるんで、それでね、まあ入れたらいいなって思ってるけど、 NAB の番組を盛げるために、今も冠ライブとかぶってるんですけども、そんな関係なしに盛り上げたらいいなって思って参加しました。参加するの頑張ろうね、頑張りましょう。ちーちゃんと一緒に入ってほしい。ちーちゃん、ちひ、ちーちゃんって誰？ちひのことですか？ちーちゃんって呼んでる人なかなかおらんからさ、あ、ちひね、ちーちゃんって呼んでんね、かわいい、ちーちゃんね、ちひとねやりたいな。5位やったっけ今回は。ショールームのイベントは初めてだね。TGC のやつも私受けてなくて、ショールームバトルはガチ恋になってしまう人も出てくるから気をつけた。どういうことどういうこと、そういう人出てたんですか。やり方ね、大丈夫そうじゃないです。何人かのファンの方がね、DM とかでやり方をね、送ってくださってたんですけど、わからん。わからん。呼んでもわからん。5人に選ばれたら、そうです。ロケとか、テレビに出れる？深夜番組になるんかな？
ちょっとそこまで分かんないけど、そう、難しそう。なんか捨て星、捨て投げ、何、なんかそれも一回 TGC のイベントでゆきちゃんのショールームに協力したことあるんですけど、それはね理解できてたんですよ。あのそれはね、その時は理解できてたの、忘れた、捨て星、チーム N のリーダーと副リーダーで上位に入れるように夜更かしして、でも応援するね。うわー嬉しい、ありがとうございます、頑張ります。してほしい、わかんない、教えてください。なんか1時間50分前にはなんか星を集めとかなあかんみたいな、なかったっけね。ルールがよくわからないです。ほらファンの人も言ってる、ルールがよくわからないです。指定星は3周するときだけ必要。どういうこと？あーもう分かんない、どうしたらいいですか。放送、あこれ10月ね、やって深夜やって、あ初見さんいらっしゃい、こんばんは、ゆうちゃんウェイって来てる、テンション高配信時間の終わりを決めないとあかんからね。あそうなんだ。えそのさ配信時間はさ、その全部一緒にしなあかん？ルリちゃんで作戦立ててもらいいやって。ルリちゃんよく知ってんのかな、やってた？あややこしいね、口で言うのむずいやって。あそう、やっぱそうよな、私だって読んでも理解できひんもん読んでも理解できひんもん。あそんなことないよやって、明日何時からするから決めようやって、明日はとりあえず昼ぐらいに練習しに行くから、夜ぐらいにはできるかも、夕方らへんにはできると思う。あ時間さえ教えてくれればファンが何とかするやって、頼もしい、これは頼もしいぞ。あ時間を絶対守ることだね、難しいな。何時ぐらいにすればいいの？毎日同じじゃなくてええけど、配信時間きちんと決めてその通りに配信しないとダメよやって。すげえ、ルリリンは AKB で8位になった、すごいな。アバウトすぎます？きっちり教えてくださいと言われた。わからんもんとりあえず18時6時ぐらいから行けますか？てか皆さんの時間が行けるかどうかですよ。2回行けそうかも。いや2回は行ける、明日は2回行ける。明日は、明後日からは60分を6セットが一番効率的だ。6セットって6回配信しなあかんってこと？どういうこと？ 1 時間半を2回する。基本は20分。9回配信。できるだけ。わからん。どうしよう。終わった。終わってない。わからん。1時間半が2回がいいと思うやって。多い方がいい？めっちゃしんどいよこれ、絶対しんどい。うん、 1日に3時間ちゃうのって言ってんで、どういうこと？1日の配信は3時間やで。3時間もやらなあかんの？配信を。それって6時からやるってなったら8時までやらなあかんってことですか？3時間を分けて短い時間を多い方がいい。わかんないです。どうしたらいいですか？ゆいちゃんには無理ちゃう。うん、理解できません。全然理解できません。違う？
時間を分けた方がいい。時間は分けてもいいよ。6時からなら9時までで3時間です。やっぱ3時間もやらなあかんの。1日で3時間もやらなあかんの。でも時間取れなかったら9時から24時もあり。え、それまでずっとやらなあかんの。えぐ。ちょっと後でルリちゃんに聞きます。でも今決めときたいもんな。分けてもいいってどういうこと？あ、3時間は1回の配信につき3時間は絶対にやらないといけないってこと？え？どういうこと？ゆうちゃん、どういうこと？わかんないです。頭がごちゃごちゃだって。1日に3時間やればいいって言ってんねんで。どういうこと？ああー、なるほど。30分6回配信するか、1時間を3回にするか、1時間半を2回とか。なるほどね。あ、そういうことね。1日あ、そういうことね。はあ、意味がわかったぞ。このイベントね、頭使うね。なるほど。あ、これわかりやすい。書いときます。1日に3時間は絶対にすることだよね。どうしよっかな。でもな、入れたら入りたいよな。鉄砲隊でも入れなかったからね。この企画はちょっと入れるように頑張ります。じゃあ1時間じゃあ1日に2回配信しよっかな。私多分6回も分けてできないから1時間半を2回にしよっかな。ってなったら教えてください。本気で習うなら3周枠を7回がベスト。どういうこと？3周枠を7回がベストどういうことですか？ 2 回は厳しいかもやって。え、そうなの？え、わからん。え、ファンの皆さんが厳しいってこと？むず。無理なんだい。それでは勝てない。じゃあ何やったら勝てんの？じゃあさっき言ってた3周枠を7回やるってこと？意味がわかんないっすよ。どうしたらいいっすか？本気にならない。2回厳しいとほほほ厳しい。こういう面倒計算とか頭混乱してブチ切れそうになるよね。いや、ブチ切れそうにはならん。笑っちゃうわからんすぎて。はい、ゆうちゃん一回落ち着きます。どうしたらいいですか？じゃあ明日6時から配信できるってなったら。ねえ、ショールームイベントは今回が初めてやから。1時間を3回か30分6回がベストよって。やっぱそうなんか。
6回でも無理なの？何が一番正しいの？何が一番効率がいいんですか？誰か私に教えてください。あ、こんにちは、カムサハムリだ。初見さんいらっしゃい。全然何書いてるか分からへんけど、イベントが過酷。エルリちゃんもシオンも寝落ちまでしてたイベントやからな。そんなに、やば、寝落ちまで、やばやばいやん。ごめん、もう私寝落ちでの爆睡するかもしれへん。夜の配信は大事だね。いや、皆さんもめちゃめちゃね、欲しいとか集めに行かない、行くのが大変やな。恐怖。20分を9回できるかなね。あ、そう、朝にショールームやってんのは見てた。ゆきちゃんも頑張っててんの、ゆきちゃんのやつは見てたから。誰か私のスケジュール組んでください。私自分では組めへん、どうしよう。最低でも朝は少しやらなあかん。じゃあ朝一緒に起きてくれますか。めっちゃすっぴんぴんの、もう髪の毛ボサボサで起きた瞬間配信するけど大丈夫？私何もしんひんで、ほんまに朝整えるだけ。整えもしんひんかも。もうベッドの中で配信するけど大丈夫？寝てるかもその時。ちゃんと起きてくれる？あ、韓国の方かな、これは。ちゃんと私のキャッチフレーズ言ってくれてる。あんにょん、カムサハムニダ。最初から負けてる。いや、もう見えてこへん、私もう全然さ、内容のシステム分かってないからさ、もう見えてこへん今。あ、映ってるだけでいいの？あ、ラジオ配信ダメなんだって。朝機嫌悪そう。それはもうね、その時見てください、機嫌が悪いかどうかは。え、寝たら向こうに、え、そうなん？やば、寝られへん。寝られへん。とりあえず5時から24時までができまでが配信できる時間。あ、そうなんだね。じゃあちょっと誰か私のスケジュール組んでください。全部ね、27日も全部組んでください。寝たらバンされるな、あかんな。あ、ちゃんと皆さん、連携してくれましたか？ショールームとツイッターやったっけ？あれしないとアイテム投げてもあれにならないらしいです。入らないらしい。あ、ツイッターかフェイスブックやって。そうなの、ゆうちゃんのスケジュールによるねんな。私基本リハばっかりやからさ、リハ。してない方は今すぐしに行ってください。6時、9時、12時、15時、18時、21時、6回配信。各30分で。え、じゃあ6回配信は絶対やった方がいい？もう6回の方がいいんやったら言ってください。6回にしてって。待って。すごいな、このショールーム企画。今までメンバーすごいな、やって、すごいな。
本当は9回がベスト。9回やったらちょっと時間教えてくださいよ。9回やったら、厳しい戦いやな。20分を9回、あ、そしたらってことは、せやな、あ、今連携させました、ツイッターで。ありがとうございます。ゆうちゃんね、時間の計算ねできないの。ゆうちゃん今考えたけど全然わかりません。やったら5時からやらなあかんってこと？朝の。全く全然理解できないね。一生私も全然できへん。みんなにすんごい教えてもらっていいけど全然できない。教えて、9回なら何教えて。やばい、もうどうしよう、できんのかなこれ。私それで数字苦手やねん。やばい、ゆうちゃん出てるかも、出るかもしれへん。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしましょうか。うん、しおんちゃんのスケジュール、しおんちゃんのスケジュール今どうなってるんですか。あ、書いてる人おる。6、8、10、12、2、14、16、18、20、21で行ってみよう。あのね、無理。だって一つ言っていい？うわ、これ厳しい。待って、だってさ、その間に仕事入ったら絶対無理やん、できひんやん。それどうしたらいいの、できひんかったら。ちょっと待ってな。うわ、厳しい。なにこれ。え、じゃあもしそのさ、まあ、そうやな、そう思ったら学生の頃はそっか、そうやな、制限されてるもんな。そう思ったらまだできる方か。スケジュール組むから毎日予定教えてやって、うん、毎日やってな。私はとりあえず毎日予定教えるのもろいな。
昼が無理なんです私。昼の10時からピピ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 3時ぐらいまでは無理です。冠ライブあるし他の仕事も入ったりするから、そう思ったらみんなそやなリハの期間とかでやってたもんな。そう思ったらきびいね。今夏休みだから配信絶対毎回来るね。ああ、ありがとうございます。嬉しい。お昼は20分も厳しい？20分ぐらいならいけるかも。いや、いける。明日は大丈夫。そうだね、朝と夜メインで。しましょうかね。この企画ゆうちゃんには厳しいよ。うん、厳しい。ごめんやけど厳しいほんまに厳しい。朝にできたら朝にしたいな。やばいな。そうやねんな、やるんやったらねちゃんとしたいしな。いや諦めてないで。もう全然理解できてないからさ。ゆうちゃんの配信のおかげで早起きできそうやって。頑張ろう。明日イベントスタートは5時からですやって。あ、そうなの？明日のイベント5時からやって。じゃあ明日のスケジュール組んでください。それもうルリちゃんに聞いた方が早いかな。私ルリちゃんに聞こう。とりあえず夕方から。あ、12時？もう誰嘘を教えたの。どっち？みんな12時からって言ってんね。明日12時からやって。昼の？あ、昼からなんだ。大丈夫。最初だけやから分からんの。27日にももう全部完璧にやってるかもしれへんし。2時からね。楽観的笑った。時間はきっちりね。12時から20分だけですか？
20分タイムオーバー NG なんだ。うわあ厳しい。とりあえず、あ、書いてくれてる、20分か30分できれば。じゃあとりあえず明日12時にできるようにします。いや、できるようにじゃない、できるようにする。いや、でするするそうやね、少しでも20分ならいけます。じゃあ明日は私は12時キッチシにこの配信ボタンを押せばいいんですか、それとも5分前に配信を押せばいいんですか。じゃあ明日の時間まず決めましょう。あ、12時になった瞬間ポチってこと。なるほどね、12時になった瞬間にポチッと押せばいいのね。ジャストに押せばいいの。怖い、押せるかな。もうショールームとかが止まったり消えたりしたらもうマジで元も子もないけどな。これはあ、もっと話したいとか思って言って延長しないようにって、やばい、いつもの私や、それはいつのも同じになっちゃう。充電大事、大事やな。じゃあみんな終わってって、あのその時言ってな。20分ぐらいに終わればいいんやろ。大変やすごいなみんな。やば、あの何のイベントでした？あの NAB の何て言うエモイストやったっけ？エモイストっていう番組がね10月から始まるんですけども、その5位に選ばれたメンバーがロケとかが出れる番、あのイベントが今やってて、タイマーは携帯もう一個あるからそれをエモイストですね。エモストや。エモストや。エモイストって言うの。エモストです。B がいらんかったな。エモスト。あー、大丈夫かな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 。そうやね、ランキングとかね、読むの早くしないとね。エモイストね、エモ。心配だ。心配だ。とりあえず明日はショールーム12時から始めます。でその後は確かに、まあやってみないとな、分からんもんな。5時から17時、17時と2時か3時はちょっとその間できないですね。
とりあえず配信来たら何すればいいのって来てる。みんな教えてあげてください。あ、12時の後はあれね、夕方の5時ね、次の時間。全員タワーはやばいですよ。12時、3時、厳しい。このスケジュールは厳しいぞ。6時以降ならできんねんけどな。タワー1よりクマ10個だと 1.2倍。あ、そうなんや、すごっ。すごいな。お昼は20分ぐらいかな、できるのは20分かな。イベント出ます。イベント出るんです。ね、難しいけど少しずつ理解できたら頑張るって。頑張りましょう。私も全然理解できてないから今、うん、せやねんな、時間がね。配信入力ね、入れときます。とりあえずお昼の12時の20分やって、で次の時間に、次配信する時間は、すごいな、いっぱい私の配信見れるんですね皆さん。5、18、19、20、21、22、23、23時40分。からやるってこと？そのスケジュールでいきますか。どうやったらいけるかな。星投げれるんかな、それやと。やってゆうちゃんの自由がなくなるやってそれな。123456789101112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 1
1,2,3,4,5,6,7,8,9,9回、これで9回してます。ルリちゃんにもスケジュール組んでもらいます。ルリちゃん私のスケジュール知ってるし。そうしようね、それが一番だね。私ちょっと今理解できないから、ルリちゃんに頼んで、それができたらちょっとツイッターにアップしますね。だから私のツイッターの通知はピンと通知をオンにしといてください。そしてショールームのフォローもお願いします。ショールームの通知もオンにしていてください。ツイッターとの連携のやつもまだしてない方はしてくださいね。カウントに入らないらしいので、とりあえずちょっとイベントはね、ちょっといろいろ難しいし、私も初めてやから、皆さんと楽しくまたできたらいいなって思っていますので、皆さんご協力の方よろしくお願いします。また話違う話、別の話になるんですけど、髪の毛を染めに行きたくてまたこの話かいってなるんですけども、すごいね今ね、この長さに、長さです、長さなの、切るか伸ばすか今迷ってるんですけど、どう思いますか。すごい音した。じゃあね、飽きたっていうか、この長さがもう中途半端すぎて、ストレート、ほらこれストレートかけてんで、え、肩にかかってね、わ、伸ばす人を伸ばそうって言ってる人多い。そう、なんか今日こじりちゃんに会って、こじりちゃんにそう、その話を言った時に、そう、私基本ショート派なんですけど、ゆみさんのロングを見てから、ロングもいいなって思いましたって言ってくれて、そしたら、エクステつけようかなって思いますよね。とりあえず10周年まではこれでいます。はい、これでいるんですけども、10周年を待ってからちょっと癖つけれたらいいなって思ってます。当分はこれでいるけど、ゆうみさん伸ばしたらいかついって言われてる。ギャル感が増すって言われた。伸ばしたらね、髪の毛はね、すぐね、伸びてくるというか、抜けてくるから。ということで、そういう、私の、悩みでした。終わろうかな、そろそろ。
あ、ゆきちゃんとのドミノ可愛かった。あ、皆さん見ました？ドミモン、ドミノのあのやつ、動画見てくださいましたか？大変だった、あれ作るの。あ、見てくれてる、みんなが。しおりちゃんおもろかったな。やばい、もう11時やって言うてな。に、24時まですんねん私。もう寝ますか皆さん、お休みします。ルリちゃんが寝る前にあれしないとあかんから、ちょっと終わりますね。ということで、ギフトくださった方とお名前をお呼びしたいと思います。しげやん、かなっちさん、ちなっちゃん、しまこさん、ももっちさん、二期生しか勝たんやって嬉しい、たかさん、中平こうすけさん、おやじ4646さん、うお、健康第一っていうスタンプあるんや、すごいね。DD 小山さんですかね。呼ばれてないよっていう方いますか。こっち綺麗、今日まつげめちゃめちゃ綺麗。なんかこっちバサついてんの。私ステップを歌いまもルリちゃんにお願いしに行かなきゃって。大丈夫かな。じゃあランキングの方読ませていただきます。13位トムさん、12位アバエビさん、11位シモリンさん、10位あやかさん、9位中平康介さん、3位、じゃあ3位じゃない、飛ばしすぎや、8位チャミさん、7位ちなっちゃん、6位 DD 小山さん、5位タカさん、よいしまこさん、3位、これなんて読むんですか韓国語の方、わかんないです。カムサムニダ。2位ビビビビオロゲンさん、1位はあかりさんでした。ありがとうございます。おじんって読むの、おじんさん。3位おじんさんでした。ありがとうございます。イエーイ。じゃあ私は今からルリちゃんにお願いしに行きます。皆さんおやすみなさい。明日からのイベント一緒に楽しんで頑張っていきましょう。おやすみなさい。バイバーイ。